は、滋賀県はひこにゃんだけではございません。県内では大人気のキャッフィーの登場です。2008年にスポレク滋賀のマスコットキャラクターとして誕生しました。琵琶湖の固有種に琵琶湖ナマズという1メーターを超えるナマズがいるんですけれども、それをモチーフにしたもので、キャッフィーという名前はナマズの英名のキャットフィッシュに由来しております。性別は不明なんですけれども、自分のことを僕と呼びます。性格はどんくさい割にチャレンジ精神が旺盛で、何事にも一生懸命です。子供好きで人を楽しませることが大好きです。ただ陸上では疲れやすく、すぐに昼寝をしてしまいます。得意なスポーツはサッカーエアロビックスです。好きな食べ物はエビです。得意技はキャッフィーターンです。はい、ありがとうございます今回の滋賀県では、出店者中最多の4ブースでの出店で皆さんをお待ちしております。入り口入ってすぐ左側になります。一番手前が、滋賀県で取り組んでおります魚のゆりかご水田プロジェクトといいまして、田んぼや排水路を魚が行き来できるように、かつての命あふれる田園環境を再生しようとする取り組みです。でそのお隣の3ブースが、移住交流の取り組みの紹介をしておりまして、琵琶湖を中心に湖西、湖北、湖東それぞれで特色ある取り組みを行っておりますので、ぜひ皆さんお立ち寄りください。アンケートにご回答いただいた方にはこのバッグを漏れなくプレゼントしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。